リュージュエンです。赤ワイン、スパークリング、白ワイン。はい、これはどこのワインですか？勝沼のワインです。あ、勝沼。自分たちでブドウ作りからやってます。ご主人自らですか？はい、そうです。わざわざ今日勝沼からいらっしゃったの？いや、お店は読売の前の方にあります。へー、読売の前に、はい。ワイナリーも経営されてるってことなんですか？はい、そうです。そういうことですね。あの委託醸造なんですけども、自分たちのレシピで、ワイン作りもやってます。すごいですね。なんか最高畑のピノノワールなんて、しかもメルローと、はい、素晴らしい。ちょっと飲みたくなるけど今飲めないのが辛い。これはもう888本限定の。あ、本当だ。ナンバリングがすごい、全部入ってる。そうなんです。すごいすごい。4800円のこれですね。名人のブドウ樽で、はい、そうか。ちょっと日本の赤、これは日本の赤ワインのイメージを変える、ちょっとフルボディでしっかりとしたボディで、はい、素晴らしいですね。いやめっちゃちょっと気になるわ今日カップでも出してるんで、ね、あ、カップでも出してるそうなんで、もうそのブドウだけで、そこの農園のブドウだけで使ってるんですか？はい、他の農園のブドウを混ぜてない。へえ。いいワインを作るためには他の畑のブドウを混ぜないっていう。へえ、そうなんですね。ブドウって畑によって味が違うので。すごい。じゃあ前田龍神のワインでした。はい、ありがとうございます。景品交換場、景品はどうすると交換してもらえるんですか？こちらのパスポートで、スタンプがありまして、それを8カ所回っていただくと、でこちらで100円を募金していただくと、お渡しできます。スタンプを集めて100円を募金すると、はい、何か景品と交換してもらえる、はい、こんな感じで、はい、このバッジももらえるんですね。普通に交換してます、ね。さすが大野さん。2つも回りましたからね。2つも回ったんです。はい、すごいじゃないですか。このあれですね、桜基金スタンプラリーという企画なので、このご寄付が必要なんですね。そうですね。ここがスタンプポイントですね。ですね。こういうスタンプがあります。あのこの桜のスタンプなんです。はい、かわいい。わかりました。ありがとうございます。ちなみにスタンプってどんな感じ？スタンプラリーはどんなマップになってるんですか？こんな感じです。すごいお花のスタンプ、ね、今年から変わったんです。変わりました？今年から。私ちょっと今日のお手伝いで。あ、そうなんですね。ごめんなさい。なんか前はね、なんかちょっと。じゃあ、あえて、多分今年は違う。多分今年は桜です。多分ですけど。いやでも可愛い。あ、はい、お客さんが。ありがとうございます。パリジェンヌさん、あ、さっき宮野さんが言ってましたね、パリジェンヌさん。エダキンのパリジェンヌさん、ね。エダキンの。幅広いね、鈴木区のエダキン商店会からお越しいただいている。ありがとうございます。もうあれですね、子供は大好きそう、これ。何これ、ミニオンズジュース。サイダー、オレンジ、リンゴから選べます。400円ですね。いや、チョコバナナもある。これやばい。あ、これがチョコバナナ。これがチョコバナナ。やばいですね。子供が好きそうなものが満載ですね。ありがとうございます。これはいい、ね。ちょうどスタンプラリーの隣だから、ね、いいですね。お子さんがいっぱい来るから、ちょうどいいじゃないですか。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。これはいいや。福島ですね。ライオンさんですね。ライオンさん、ラーメン出してる。ライオンさん、焼肉屋さんだけど、博多風ラーメン、豚骨ラーメンですね。今作ってるところ。まだ1杯500円、本当は焼肉屋さんです。でも今日はラーメン。そうだ、収録は高級ですね。取れちゃってます。試飲ができる。そう、試飲ができます。シフォンケーキとか、いろんなケーキとか。究極のシフォンケーキです。いいですか？すごい。はい、よろしく。これお姉さんが手作りなんですか？そうですね。素晴らしいですね。どこでお店構えてるんですか？六本木から。六本木からわざわざ。京都に2店舗、仙台に。すごい、すごいですね。こちらが2年前に代表妹なんですが、仙台店です。すごい。すごいですね。
これどういう特徴があるコーヒーなんですか？この中で自生してるあのコーヒーなんですよ。はい、世界でも今旅までになりましたね。そうです。薬効がございます。薬効があるんです。はい、これか。はい、エチオピアでは胃腸の薬で出されてます。あのご存知かもしれませんが、はじめ薬だったら、はい、それが、はい、そうです。ありがとうございます。